まず、誰かに、おめでとう、と祝ってあげます。祝われた人は、ありがとう、と返します。その後、祝った人は何について祝ったのか話してください。はい。じゃあ中国さんどうぞ。おめでとう、日本。ありがとうございます。これで晴れて中国領だな、はっはっは。はい、はい、おめでとう、中国さん。ありがとうある。今日で盲点卒業ですね。犬のくせに。じゃあ私も。どうぞ。おめでとう中国。ありがとうある。君は幸運な人だ。私があなたにこの最高になれる薬を差し上げる。やめろある。あなたは警察です。そこで、誰かに、何々罪で逮捕する、と言います。指名された人は、何？と言い返します。警察は、そこからさらに続けてください。I will. ではアメリカさん、どうぞ。Hey Palau, I'm a police. I'll arrest you. なんだって？ Shut up. There is evidence. 詐欺罪かよ。I will. I arrest you for fraud. Dad.何? Do you remember Sykes-Picot Agreement, Hussein-McMahon Agreement, and Balfour Declaration? はい。アメリカ、お前を反逆罪で逮捕する。Why? 1775年の独立戦争は覚えているか?親子喧嘩は違うところでお願いします。はい。ロシアさん、どうぞ。日本、詐欺罪で逮捕だ。何?東京、ランドが東京になかったぞ。はい、で終わる単語で何かを例えてください。はい、で終わるなら何でもいいです。はい。イギリスさんどうぞ。隣の人です。人海。はい、右の人です。でっかい。I will. This is the person on the right. ホウカイ。あ、はい、隣の人です。高齢化社会。はい、今日です。お別れ会。あなたは、大変な目に遭いました。そこで、大変だ、と言ってください。その後、どうしたの?と聞くので、何があったのか説明してください。はい。中国さんどうぞ。大変だ。どうしたの?日本が高齢化で死んだ。はい、大変だ。どうしたある?ついに三峡ダムが崩壊した。はい。どうぞ。大変だ。どうしたの?日本が不景気でホームレスになってる。はい、はい。大変だ。どうしたの?次回からロシア出れないって。マジ?クリミアがいじりにくいって言ってた。はい。どうぞ。大変だ。どうしたの?日本が自殺した。あ、騒ぐことでもなかったか?はい。大変だ。どうした?この前イギリスが動物園に人入れてた。あ、いつもか。あなたはあるお店を開きました。そこで、〇〇屋へようこそ、と言います。私が、おすすめは何ですかと聞くので、答えてください。はい。イギリスさん。寿司屋へいらっしゃい。おすすめは?うなぎゼリー寿司なんてどう?これ誰でもいい?ああ、いいですよ。じゃあ、アルマーニュ。そちらへいらっしゃい。おすすめは?ランチヒとかどう?やめるオブ。はい。じゃあイギリスさん。心屋へいらっしゃい。おすすめは?人の心なんてどうですか?お前さっきしらけたんだから扱ってくれるだけマシだぞ。今日は四字熟語を考えてもらいます。四つの漢字を並べて何かを表してください。はい。中国さんどうぞ。高齢社会。どういう意味ですか?日本です。はい。イギリスさん。白に、旗に、振りに、やつで、白旗振るやつです。どういう意味ですか?フランスです。はい。フランスさん。人に、心に、無に、やつで、人心無度です。どういう意味ですか?イギリスです。私もいいですか?どうぞ。金に、神に、後に、病で、金神五病です。どういう意味ですか?名古屋市長です。あなたは抽選に当たりました。そこで、〇〇が当たった、と言ってください。私が良かったじゃん、というのでさらに返してください。はい。どうぞ。お墓が当たったある。良かったじゃん。日本にあげるある。はい。どうぞ。サムスン製のスマホが当たった。良かったじゃん。中国、あげるよ。いらないある。はい。どうぞ。ミサイルが当たった2だ。良かったじゃん。日本に撃つ2だ。
やってみろよ。あなたは何かに関心を持ちました。そこで、〇〇ってすごいよねー、と言ってください。私が、何がすごいのと聞くので、答えてください。はい。どうぞ。アヘンってすごいねー。何がすごいの？困ったらこれ、って感じがするんだよね。はい。どうぞ。イギリスってすごいよね。何がすごいの？肌白いのに腹黒いんだもん。はい。どうぞ。イギリスってすごいよね。何がすごいの？どうやったらあんな人になるんだろう。はい。どうぞ。人間ってすごいよね。何がすごいの？